ヨハネ最終回、ほんとよかった。沼津ステイエンドは見えてたけど、好きな場所で大切な人たちと一緒に楽しいことをするってことが言えて、自分にしかできない楽しくてたまらないことが見つかるかもしれない。明日なんて何もわからないんだからっていう希望に満ちたセリフにライラックスが答える。で、最後のエンディング、もう最高すぎるよね。いやー、大満足です。素晴らしいアニメをありがとうございました。以上、ヨハネアニメのお話でした。